皆さんお久しぶりです。今日は11月2日です。オークランドいい天気です。いろんなことがありましたけれども、今日なんとこれから、明日開催されるオークランドマラソンの登録会に行ってきます。ここはオークランドでもすごくにぎわってるビンヤードクォーターという場所になります。ここのイベント会場で登録の受付をしているそうです。もう土曜日の午後2時ぐらいですけど、人がすごいですね。もうすでに人がいっぱいいておじけづきそうですけど、行ってみます。これが12キロのルートです。大丈夫かな。ゼッケンと帽子とお菓子をもらいました。なんかみんなすごくお祭りのようになってて楽しみにしてるんだなっていうのがすごい伝わってきました。明日はお天気が良さそうなので日焼け止め対策して、挑みたいと思います。今回毎年11月初旬に開催されるオークランドマラソンをリポートしたいと思います。フル、ハーフ、11キロ、5キロ、キッズ、車椅子の6コースあります。私が参加したのは11キロのコースで、今回初参加です。おはようございます。11月3日の朝です。ここはスメルスファームという、タコブマの近くなんですけど、ここが11キロのスタート地点なんですけど、もうすでにフルマラソンとハーフマラソンがスタートしてますね。やばー、すごい。彼らはデボンポートって、本当すごい向こうから走ってきてます。ここは11キロのスタート地点です。トイレがぐずらっと並んでます。こんな大人数が参加するそうです。これまだ今8時なので、出発は8時40分なので、もうみんな早めに集まってますね。11キロのコースがこちら、スメルスファームというノースショアにあるバスステーションを出発し、ハーバーブリッジを渡り、シティのビクトリアパークを目指します。この日はお天気は良かったんですが、風があり寒く、まずはみんなでウォーミングアップです。スタートポジションはトータルタイムの目安で5グループに分かれています。自己申告制なので、私は一番遅いイエローグループを選びました。やっとスタート地点に到着しました。ここからスタートで15分あ15分かかりますスタートまで。あ、なんかもう走り始めました。行きます。あ、すごい人。今アコランガバスステーションを通り過ぎて、これからハイウェイに合流します。今すごい揺れてますけど、シティが見えてきた。まだ遠い。このマラソンの醍醐味は、ハーバーブリッジなど普段歩けないところを通れることです。さあ、いよいよ橋に差し掛かります。うん、日が出てきた。まだ私は長袖の上着を着たままですけど、ハイウェイはレーンが3レーンしか動いてないですね。
ロされてます。ほらいっぱい歩いてる人がいる。今9時半ぐらいです。さあ登り始めます。なんか沿道のあの係の人がみんな応援してくれてます。5キロ、あと6キロ。この後の下りが結構大変ですけど、さあ頂上に一番高いところに公民の撮影スポットですね。さあ、いやいやいや、こんな感じで見えております。そうだよね、程度の位置が長いから自撮りも楽々です。おお、臭いんだねここちょっとね。橋の上は臭いということがちょっと新しく事実として分かりました。何の臭さでしょう。 牛みたいなね。ここはトップかな。下歩いてますね。ここで公園をぐるっと回って右側から、出て戻るという感じですね。あ、急に風がなくなった。さあ7キロ、だいぶ来たね。水もらいましょう。なんかカンカン照りじゃなくて逆に良かったかな。あのカンカンにね、皆さんボランティアの皆さんが配ってくれてます。もらいましょう。11キロのトイレと給水のポイントは全部で3つ。今のは7キロ地点の2つ目のポイントです。沿道で応援してくれてます。犬も応援してくれてます。こっち側の道に、いや、なかなかこれは走れない道なんで、いい道。いってらっしゃい。追いついたら追いつきます。もし無理だったらゴールで待ってます。はい。ユキは走りに行きました。私はもう早歩きで。
ートします。これからこのハイウェイの下をもう一回通ってシティの方に向かう感じですね。いい眺め。8キロ、あと3キロ。オークランドらしい景色ですね。いいですね。いい醍醐味です。本当これはオークランドらしいところを通れる醍醐味。まだ分かってないけど締めくくりのようなことを言ってます。さあだいぶ近づいてきたかな、ゴールに。応援団がすごい。スポンサーの皆さん、レッドブルコーナー。レッドブルはいらないからな。レッドブルはいいや。さあ、タワーが近づいてきた。ゴールはこの右側のビクトリアパークですけども、すんなりゴールさせてくれず、左のフィッシュマーケットの方もあります。さあ最後の給水ポイント、これ右側がフィッシュマーケットです。フィアルコーターですね。もらいます。 Thank you。 あ、スナックもらいましょう。もらいました。これ左手が昨日トロッカーに行ったとこですね。今あの警備員のお兄さんがカモントモと名前を呼んで応援してくれました。嬉しいですね。残りもうちょい。今目の前に見えているのがビクトリアパーク。ここでその雪は落ちたそうなので頑張ります。いつもここ車通るとこですけどクロスして、さあゴールです。結局行って走らずずっと早歩きでゴール。いいね、手つないでゴール。I said, yeah, I said. Come on, you did well. Liam, good work. Come on, you got it. Oh my.
結構なんかいい感じの、うん、ちゃんとしてる。あ、やっぱ違うんだ。ゴールしてからもうだいぶ盛り上がっております。お店も出て応援してる皆さんが来てくれます。一杯タダでビールもらえるそうなので。はい、Just one? Yeah, thank you. タダでビールをもらいます。ローカーブ、ウルトラローカーブです。はい、チアーズ。フレーバー、キャラメルフレーバーだそうです。そんな分け方。これもタダでもらいます。トリプルチョコレートブラウニー。ユッキーはなんとあのバッグの中にこのワンニュージーの何かを。オンリー10人だそうです。10人の貴重な瞬間。何当たるんだろう。え？コースター。コースター。ワッチ？Singer. Okay. Ah, okay. Ah, then Spark Arena in November. Ah, ticket. Right. Is there any prize other than this? No. That's okay. Yeah, yeah. Congratulations. Thank you. なんかあのチケットが当たったそうです。知らないアーティストの。まあお姉さんも困ってた。私たちが知らないから。そう。考えちゃう。すごい。でも10人だよ。イエーイ。さまざまな形で楽しめるオークランドマラソン、個人的にはこんなに歩いてる人多いのと驚きましたが、おかげで助かりました。来年も参加するかもです。